はい、続いてはフリートークのコーナーでございます。今週もですね、インスタグラムでライブ配信をしながら放送していきます。ぜひ皆さんコメントお待ちしております。今日はあいにくの雨でね、ちょっとコース回る予定だった人も今日土曜日なのでいるかとは思うんですけど、もしかしたら中止になってる人も多いかもしれないですね。なんか久しぶりの結構の雨ですね。昨日一昨日は晴れていて、私ちょっと仕事で九州に行っていて、宮崎に寄って彩香さんとかにも会ってきたんですけど、たまたまその2日間、昨日一昨日その前か3日間は晴れて、無事ゴルフもできていい天気だったんですけど、今日はちょっとあいにくの雨ですね。雨だからラウンド中止です。あ、やっぱりそうですよね、中止になっちゃいますよね。実はこの間何日か忘れちゃったんですけど、5日前ぐらいに初めての月例、先週も言っていたんですけどね、月例明日やってきますって言って、皆さんてるてる坊主作ってくださいねって言ってたんですけど、この結果でございます。結果雨でまた中止になりました。なんでですかね。本当にもうゴルフ場をついて、皆さん私の顔を見て、みよちゃん雨だねって。私雨女なんですよ。なのでまだそんなに話したこともない方でも、みよちゃん雨だねってにっこり笑ってお話ししてくださって本当に申し訳ないなと思っております。雨だし、しかも霧がすごい濃くて、もう本当に競技できない状態だったので、前回は2ホールだけちょっとやってみてダメだったら中止にしますって言われたんですけど、今回はもう雨で人数もちょっと集まらなくて中止で、月例やることができませんでした。本当にもうなんかなんで雨降ってしまうんですかね。でも今月もう一度チャンスがあるんですよ。なのでその日は晴れることを心から祈っております。そう、月例どうでしたか。中止でございました。そう、月例はね、雨だったんですよ。なかなかね、こんなに雨降ることもないんだけどねって言われたんですけど、もう本当に私自分では信じたくないぐらい、もう雨女で、いつも楽しみにしてると雨降ってしまうんですよ。なので次の月例はなるべく楽しみにしないようにはしてるんですけど、でもどうしても楽しみにしちゃうので、昨日てるてる坊主のなんていうんです、ストラップが売ってたので買ってきました。だからそのストラップに毎日お願いして、その日は晴れさせてくださいって言おうと思っております。ですね、金曜日と日曜日がゴルフです。いいですね、もうその日は晴れてください。晴れることを祈っております。あ、前髪切りましたかって、ありがとうございます。気づいてくださいましたか。前髪ね、切りました。ラジオだとちょっと見ることができないと思うんですけど、 YouTube でレインボータウン FM さんのでもライブ配信してるのと、 Instagram で今ライブ配信してるので画面が見えてる方わかると思うんですけど、前髪結構もうオン眉ですね、眉毛ぐらいに切ってきました。ラジオ番組知らなかった。そうなんですよ、毎週この東京モアっていう番組なんですけど、毎週土曜日9時から1時間放送しております。ぜひ皆さん見てくださると嬉しいです。そして聞いてくださると嬉しいです。今回のね、ラウンド久しぶりに回ってきまして、どれぐらいかな、1ヶ月半とか2ヶ月ぶりぐらいで、実はですね、私丸1ヶ月クラブを握ってなかったんですよ。ちょっとゴルフをなかなか本当にできる機会がなくて、練習場がちょっと休業してしまっていたりとか、スケジュールがこう練習行こうと思ったら入ってしまったりって、クラブを初めてですね、ゴルフ初めてってぐらいゴルフをしてなくて、でぶっつけ本番でちょっとコース挑んだんですけど、びっくりするぐらい当たらなかったです。本当に前に行かないんですよ。トップはするし、チョロ、トップだったらまだ前に行ってくれるからいいんですけど、チョロはするしでちょっと大変だったんですけど、でも彩香プロがいてくださったので、徐々に調子を戻していけて、その様子はミオチャンネルでこれからすぐにアップしていくので、ぜひ皆さん見ていただければと思います。雨風、雨男がいて、その人と行くとラウンドし始めると雨風がさらに強くなる人があって、
いますよね、多分それ女バージョン私です。なんでですかね、不思議ですよね。あ、あやかプロとの YouTube 配信楽しかったよって、ありがとうございます。見てくださったんですね。そう、今回は練習場でライブ配信をすることができたので、あやかプロに何か質問あったらぜひ皆さんコメントお願いしますとのことで言っていたら、皆さんあのコメントとかたくさんしてくださって、なるべくお答えできることはお答えしていただいて、実際に打ってもらったりとかしてもらいました。あの今でもみほチャンネルの一番最新の動画でそのライブ配信のものが残ってるので、ぜひ見てもらえればと思います。ゴルフはリズム、ラウンドもリズムです。本当にその通りだと思いました。あの今ちょっと動画で、今回のラウンドで動画撮ってきたんですけど、ちょっと答えを言ってしまうと、本当にリズムが狂っていたんですよ。でリズムを直したら結構急激に良くなって、なので打てない打てないと思うとリズムが狂ってきてしまうので、今回はすごい勉強になりました。あの実際あやかプロとかがいなかったら、あのもう18ホールバタバタで多分本当に140とか50打っちゃうんじゃないかぐらいひどかったんですね。だけどいてくださったので、もうちょっといいスコアで回ってはこれたんですけど、リズムってこんなに大事なんだなと思いました。お、ドライバーとアイアンユーティリティ買ったよって、いいですね。もうクラブほぼ一式買い揃えた、買い替えたんですね。これはテンション上がりますね。もうこれからゴルフシーズンですからね、たくさん練習をして、あのコース挑んでほしいなと思います。こんにちはって、ドロー系だね。そうですね、私どっちかっていうとフェードよりはドロー系のボールかなと思います。ただ最近は結構スライスしたりとかっていうことが多くて、前はドロー系多かったんですけど、今はストレートボールが多いですかね。おーおーおー、私のワンちゃんたちがね、ちょっとワンワンを打っております。失礼しました。みおちゃんのスイング綺麗になったと思いますって、ありがとうございます。いちごをイメージさせるネイルも可愛い、ありがとうございます。そう、今ね春でネイルが赤になっているんですよ。結構ねネイルだけで気分がまた変わるので、こういうのは大事ですよね。ですね、メトロノームのように打つことが大事ですよねって。なるほど、確かにメトロノームをイメージして打つっていうのはいいですね、新しいですね。あのカチッカチッっていう、むしろメトロノームを、あの今アプリとかであるんですよね、メトロノームって打つと、アプリで弾いて、例えばピアノとか弾くときもそれを使って弾くことができたりするので、メトロノームのこのリズムを覚えておくっていうのは確かに一つあるかもしれないです。ですね、他にもコメント読んでいきますね。こんにちは、みおちゃんの影響でガッチャ、全身ガッチャです、ありがとうございます。今回ねこの間ガッチャの春夏の撮影をしてきたんですけど、今季もすごい可愛かったです。そしてあの秋冬、もう2020年の秋冬のデザインをちょっとだけ、あのこんなものがいいですねっていう、私もちょっとデザインのなんていうんですかね、アドバイスもさせていただいたりして、もしかしたらそれが採用されるとまたちょっといつもとは違うガッチャさんの秋冬のウェアになるかもしれないので、2020年の、あの春夏秋冬のウェアはさらに楽しみにしていただければなと思います。ほっぺが赤いですが風邪ですかって、違います、これはですねフィルターです。フィルターでねほっぺチークを入れております。ただ今ね本当にあのコロナウイルスもそうですけど、インフルエンザとか風邪とかがすごい流行っているのでね、皆さん気をつけてくださいね。もう手洗いうがい、そして私が一番大事だと思うのはもう気持ちだと思うんですよ。本当にもう明るく、何事もこう暗いニュースとか何か見ても、もう自分は明るく、なるべくたくさん寝て、あの気持ちをやられないように、なんか免疫をつけて、あの過ごしていくことが一番大事だと思うので、明るく笑顔で過ごしていきましょう。それが一番なんかあの風邪とかそのウイルスとかに負けないなんか原動力になるのかなって思います。ということで、あっという間にフリートークのコーナーが終わりの時間になってしまいました。皆さんたくさんコメントいただきありがとうございました。引き続き、西澤ロイさんの頑張らない英語コーナーがあるので、皆さんお楽しみにしていてください。ありがとうございました。